北丸雄一郎です。今回ですね、信用取引の上手な活用法と、レバレッジは資金の2倍までにしておこうということでお話しさせていただきます。信用取引はね、怖いぞとかね、そういうイメージがありますよね。実際イメージだけじゃなくて実際怖いんですよね。ですから私はですね、信用取引は基本的にはね、おすすめしてないんですよね。これでもね、物はやりようということがありますからね。そうしますと信用取引は資金のね3倍までこう株を買えるんです。100万あったらね、300万まではね買えるということですね。300万あったら、1000万までは買えると、そういう感じです。そういう感じというか、そうですから、資金の自分の力以上にね買えますので、うまくいったらね、これは非常にね魅力的なものですよね。そうやって成功した人もいらっしゃいますよね。ですけどね、それはうまくいった場合ですからね、やはりねうまくいかないこともありますよね。ですからね、3倍まで買えるとは言ってもね、2倍に飛びときましょうということですよね。私もかつてね3倍は普通にやってましたですけどね、それは結構ね失敗しましたですね。お衣装というのはかかりますがね、そういうこともあるんですよね。実際お金を持ってるのが吹っ飛んでしまってね、さらにお金を入れなきゃいけないとかですね、そういうことがございましてですね、そうですね、そういうことはめったにないんですけど、めったにないことが起こることが怖いわけですからね。ですから仕事引きをやりになるんだったらですね、2倍までしといた方がいいんじゃないですかということですよね。3倍はもう、これはもうね本当にね、危ないということですよね。これが3倍でうまくいったという方もいらっしゃるでしょうけども、その人はもう非常にラッキーだったかね、非常に上手だったかということですよね。私がお勧めしますのはね、信用取引は基本的にはやんない方がいいけれども、やる場合はですね2倍までにしておきましょうと、レバレッジは2倍ということですね。以上、北山のカブリッジ予測でした。